の攻撃的な布陣、それからサッカーがこのホームの雰囲気と相まって、うん、今シーズンこちらホームでは非常にポイントを稼げているジェフです。キーパーの周り密集してますね。いや抜けてきた、触れば1点というシーンでした。ジェフです。ジェフがこうキーパーの周りに全部集まってましたから、当然それに対してマークにくっついてきて密集しちゃったんですよね。良いプレッシャーでコンパクトにプレーをするチーム、スピードもあり中盤でボールをうまくコントロールできる選手もいると。裏抜けたチャンス、加藤シュート、ラモスもサポート走っていましたが今日スタメンの加藤です。これがジェフのハイラインの裏をつく山口の狙い。ちょっと今ジェフがねラインをこう少しギャップ作ってしまいましたけど、ラニベイの頭の上流れてきた、流れてきたボールワンバウンドして船山が頭に当てましたがちょっと力は加わりませんでした。ここもハイプレスで浮かせた、クロスバーセカンドラニベイ、バラル町田、倒れて町田、こぼれたラニベイ、ビッグチャンスが続きました。ジェフです。船山のループシュートはクロスバーを直撃しました。ここハイプレスで取り返して、力抜けてうまかったけどね。これ早いタイミングでラリベイオンサイドチャンス、ラリベイ入れてきた、ミッション中入った清武、ここも決定機でした。マイナラリベイ1回キックフェイント入れてねタイミング合わせてるんですよ。ほらこれ、チョンチョンってね、しかしオフサイドフラッグが上がっています。おーでも見てるね、ファイトボアミドルシュート、キーパーの佐藤が弾いたところをラモスが詰めていました。福本のミドルシュート、キーパーの前でバウンドするなんとも嫌なボール。いやでも誰よりもねちゃんと意識はいってるじゃないですか、キンボムヨン7月からはスタメン4バックでもセンターバックを務めています。ここで受けて矢田、追い越した乾、中3枚4枚入ってきた、パッチング逆サイド、プッシュ、先制ジェフ、町田の左足が均衡を破りました。57分、難しいバウンドでしたけどね、今よく当てましたね。乾のクロス流れてきたボール、落ち着いて左足ダイレクトで合わせました。面を作ってきれいに空いたコースを流し込みました。矢田から追い越していった乾、キーパーのパンチングのボールを落ち着いて合わせました。キーパーここは触れません。ヘディング、キーパー近藤のヘッド枠に飛んできましたが、キーパー吉水です。矢田狙った本当にねピンポイントのところに蹴れそうですからね、はい、前には岸田、右を使う、おーうまい、岸田へチャンス、岸田倒れて PK、 素晴らしいパスだよ、わずかそっちかっていうね。いや今も絶対外出すと思いました。俺も右の小野瀬を見ながら縦の岸田に出しました。これうまかった、一回ここで見てたのか、ノールックですもん。はい、蹴り込んで山口同点、岸田が右上隅に蹴り込みました。ベンチ前ではコーチ陣とマジョール監督が歓喜の抱擁を交わしました。最終盤に来てゲームは振り出しに戻りました。1対1のタイスコアです。そして3枚目の交代カードをジェフはスタンバイしています。さあ今度は右からジェフです、入れてきた、おヘディング、お来た、おー勝ち越しジェフ、今度うまくアシストだ、今ヘッドでつないでつないで最後は清武、素晴らしい、追いつかれたホームチームがアディショナルタイム突き放しました。いやーただこの姿勢はすごいね、このホームだ、実りましたね、
いやこのホームでは絶対勝つぞというメンタリティがもう本当に選手たちに浸透してて、はい、さあ再び追いかける展開になった山口、急ぎたいゴール前に入れてきたボール、そしてここでタイムアップをホイッスル、ジェフホーム4連勝、苦しみながらも後半のアディショナルタイム、近藤を最前線に上げたパワープレーが的中しました。いや素晴らしいです。これはこれでホーム不敗神話継続、今シーズンは13戦負けなし、これで8勝5分け